それでリーグ、ゴッ！おっしゃどうした選手ね。さあさあさあ、この緊急事態宣言公表できませんでしたが、おお。カメラカメラ、今日はこの珍しい3人でちょっと離れろ。え、チェック、カメラ邪魔する。カメラ邪魔するじゃない。チェックチェック、はよせえや。何言わせてくれ、はよせえよ。今日はこの珍しい3人でスリーウェイマッチ、コメント画面の先の皆さん盛り上がってますか。ハチハチハチっていうコメントがたくさん見えてますよ。さあこの3人のスリーウェイマッチ、この勝負を制するのは私大久保です。皆さんのコメントの大久保という3文字が励みになります。コメントお願いします。大久保、はいはい。コメント入ってますね。おい、コメント来てるのか。入ってます、はい。入場の段階から、ね、意外と試合させるのか。おい、もういいか。おい、もう試合するぞ。おい、ねえ、そんなもん。もういいか。おい、手やるぞ。試合じゃ試合じゃ、ほら。お前やろ、試合前に。毎日試合どうじゃ。さあ、始まるようですね。さあ、大久保選手、恒例の儀式がさ、ここで終わったわけですけどね。さあ、ここでっていうのセミファイナルということで、なかなか豪華なカード、実現しております。さあ、大久保博と正岡での振り向いて、まあ、普段ならね、見れないカードなんですけどね。さあ、そしてですね、このセミファイナルというのが、先ほどからね、こっそりと、放送席から、トモエナミ選手、どうも、トモエナミです。よろしくお願いします。ね、すごい豪華なカードですね、この3人で試合するというのは。さあ、ね、目まぐるしく、さあ、カバーを入れ替わってますね。やっちゃうか、ね、これ、スリーウェイマッチ結構ね、特殊な試合だと思うんですけど、はい、普段とどういう、その戦略といいますか、勝手が違うようなもんなんですかね。そうですね、結局、誰かがね、ピンホールを取ってもいいんで、3人で奇数じゃないですか。だからこう、何でしょう、2人で1人芝居でもいいわけですよ。だから最終的に1人が勝てばいいわけですからね。その中でやっぱ協力したり裏切ったり、これなかなか難しい試合ですよね。2人ともシャツ着てますけど、暑くないですかね。そうですね、リングで40度超えますからね。そうなんですよ、これびっしゃびしゃですよね、試合終わった後。これ多分ね、自分のところの T シャツを売るために着てるんですよ。宣伝してますよ、これ。やっぱりちょっと見たいですね、肉体美を見たいですけどね、いつ抜くのかな。T シャツの方もね、ベースショップで通信販売しておりますからね。もし気になった方はそちらの方もね、ぜひチェックしていただきたいと思います。いや、いい顔しますね、ドミニク・ジエバルね。さあ、ここでコーナー追い詰められているさあ、ドングリフで6人タグの現チャンピオンですね。さあ、ベルトをね、携えてチャンピオン出しちゃう。あっと、そして、これはしんどいですよ、ね、イケメンがイケメンをいじめてますね、これね。ロープ硬いよ、チャンピオン。さあ、ロープを使って首だたりですか。メイコさん的にはどっちがタイプなんですか。シーターね、こちらコメントですね。ありがとう。私としては、ああ、そうですね。
とずるいですけどね、いい作戦ですよ。OK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  ずるいですね。あ、ここで見てください、結託しますか。そうですね、マスオカ恋ダンスか、お前恋ダンスだね、マスオカ2人で行くぞ、2人で誰で OK 何でしょうか。さあ、これ大久保さん、おっしゃ行くー、まあまあまあ、組むようですよ。もしかしたらね、ダブルクラッチは OK、こういう展開もありますからね、気をつけないといけません。さあ、これ連携、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 さあ、まさかにどう、どうに踏みに行く、さあ、連携、連携、おっと、まーまたどこから、おっと、テイクドロップケーキ、これは顔面か、そうですね、うわー、少し、どこに、ここでも、さあ、裏切り行為を見せてもらいました。さあ、そして後半、おっと、さあ、リングの勝利で連携、これは連携やな、勝利をいただこうと。さあ、ここは他力本願で、さあ、試合の進めてまいります。おっと、これからもさあ、回してきました。おっと、またかしても顔面だ。さあ、そして今度はスモールパッケージホールド。さあ、これは危ない。さあ、ここで何度か勝ったのに、やった、いや、すごい目まぐるしい展開ですね。やはり早いですね。はい、さあ、いや、早いですね。こっちもうまいですね。やっぱり実力者の3人がね揃うと、これだけねすごい素早い試合になる。あーっと強烈ストップ、ここも痛みあたりを貫きました。さあ、返すオープン、あーっと、なんと返していった、カウント 2.8 ぐらいだね。さあ、オープンにはちょっと技をもらいすぎているか、もう頑張れ。さあ、少々フラフラしている気がしますが、おっと、ここでうわーうわーうわー、あーっと、上外来てる、わーっと、これエルボーですね。しかし、大久保選手、膝が痛いですか、膝が痛いですか、エルボー、さあ、バックを取られた。さあ、そしてこの直線の、あーっと、レインメーカー中のエルボー、おっと、これバックレフリーを、レフリーを使ってましょう。あーっと、持ち込まれた。あー、そして急所にチェック、しかし、レフリーそれを見ていない、見ていないですね。さあ、そしてこれは、さあ、一瞬の隙を作ったことだよね。だからつまりもう勝利の方程式。